はい、天竜の船木です。今回ですね、新製品2020年の方ですね、いろいろと新製品のございます。で今回は、トラウトロット、こちらの方でレイズっていうシリーズなんですけれども、今回モデルチェンジ、フルモデルチェンジとなりました。こちらの方今並んでますけれども、スピニングの方で5機種、ベイトの方で3機種ですね。で今回8機種の方がリリースとなりました。で、今回の方ですとモデルチェンジなんですけれども、何が変わったかっていうのを簡単に今回ご説明します。見た目っていうところでは、グリーンのブランクス、ダークブランクスですね、この部分は昔のモデルを踏襲してます。でアクションの方もレギュラーテーパー、しっかり曲がってしなりがあるんですね。でしっかり戻る、ピタッと戻る、この部分は昔のブランクを踏襲してるんですけども、細かいところですね、ガイドの形状、ハイフットにしてラインのスムースさに、軽い力でも糸が抜けていくようなガイドシステムっていうのを今回狙ってます。他例えばですね、あとはこのグリップですね、この長さを以前のモデルよりも短くしてるんですね。その代わりにバランスが崩れちゃうんで、お尻にこのラバーのパーツがついてるんですけども、これバランサーの役割するので、非常にこう持ち重り感っていうのをなくしてます。でもう一つ、まあ、見えないおしゃれみたいなものなんですけども、ここにですねカーボンのパイプ入れてます。これ実は西陣織なんですね。西陣織カーボンのパイプをここに入れてみました。機能っていう面よりはおしゃれですね。日本の、日本製っていうジャパンメイドっていうところをここに入れてみようかなっていうところを入れてます。リールつけちゃうと見えなくなっちゃうんですけども、見えないおしゃれっていうところで楽しんでもらえればいいかなと思ってますね。はい、一応こんなところで、全てで8機種ですけれども、今もう全てリリースとなりました。もうそろそろ店頭に並び出すと思いますので、ぜひこちらの方を見てください。それと、3機種だけ、他のモデルシリーズで追加があります。レイズスペクトラというシリーズですね。こちらの方でスピニングタイプが2機種とベイトタイプが1機種、こちらの方が追加になっております。それぞれまたかなり個性的なモデルになってきますので、これの方が発売が来月ですね、2020年2月に発売する予定ですので、ぜひこちらの方もチェックしておいてください。はい、続きましてはですねシーバスロットになります。スワットっていうシリーズなんですけれども、今年ですね2020年に初夏に一応予定してるんですけれども、フルモデルチェンジを予定しております。で今置いてあるのは6機種スピニングモデル6機種ですね。こちらの方が発売となるんですけれども、見た感じで前作よりもだいぶ変わってる点がいろいろあります。例えばグリップ、前回コルクグリップ使ってたんですけども、こういったところにですね西陣織のカーボン、こういったところを使ってます。前作に比べると感度っていう面だとか、あとは軽さですかね、まあ、手に伝わったりとか、そういったところは少し向上したかなと思いますね。でそれ以外にも一番大きいのは、ここにもありますけども CNT っていうカーボンナノチューブ、こういった素材をバットここに入れてます。ですので以前のロッドのシリーズに比べても粘り強さですね、曲げて魚をこうファイトするときとか、そういった時に安心感がすごい上がりました。ですので耐えてると魚が寄ってくるっていう力ですね、そういったところは向上したかなと思います。でこのスワットシリーズの方ですけども、アクションがすごい特徴的なんですよ。結構しなり曲がるアクションなんですね。だから結構パリッとしたロッドが今まで多いと思うんですけども、このシリーズってのはしっかり曲がる、で魚に何ていうんですかね、プレッシャーをかけやすいんですけども、ただそういったのって飛距離の面でちょっと鈍っちゃうんですね。今回はブランコをかなりシャープにしました。ですので収束も早いですし、ピタッと戻ります。で飛距離もある程度伸びます。だけど曲がる、で魚もバラしにくい、そういったブランコのアクションを仕上げてみました。あと細かい面ですね、ガイド、まあ、これは例えば RV ガイドとかで K ガイドでも採用してるんですけども、足高にしてみました今回は。ですのでリールから角度を調整してみて、その一番スムースにラインが出る、そういったところを狙いをしてます。で軽い力でも糸が出てくるんだよ。で8割ぐらいの力で投げても十分飛距離が出せるようなシリーズになってますね。
まあ、今回のシリーズの方が、大体今年の初夏頃を予定してますので、まあ、5月6月ぐらいになったらもう一度、リリースの予定してますんで、ぜひ気にしといてください。よろしくお願いします。